潮風香る熱海市は網代。ここに店を構えるのが干物屋藤間です。この店が驚きの一品を作りました。はい、これってもしかして、はい、あ、そうです、うなぎです。うなぎの干物。そうです。今日の一品は温暖な伊豆の気候と職人の技が生み出すうなぎの干物です。自称ハイパー干物クリエイターの藤間義孝さんは干物を作っておよそ20年のベテランです。ハイパーというだけあって、ありとあらゆるものを干物へと変身させます。こちらのスタンダードなんですけど、アジの干物と、あのトロサバの一本開きですね。はい、こっちがあの銀だらのみりん干しです。あ、これ銀だらですか。はい、これ横はこれ何ですか。トロサーモンの天日干しですね。トロサーモン、トロサーモン、トロサーモンの干物ってことですか。そうです。はい、まだまだあります。エビ、さらにはマグロの大トロ、その種類は30を超えます。作り方にもこだわりがあります。干物は本来塩水につけて干しますが、藤間さんはさらに日本酒を加えます。浸透も良くなり、あの仕上がりがね、くせやつですけどね、あのふっくら、身もふっくらなるんです。あんまり他ではやってないですね。そうですね、効かないですね。これこそ効かないですね。日本酒だけではありません。天日干しの際には一枚一枚丁寧に何かを塗ります。あ、これはあの石利醤油ですね。石利醤油とはイカの内臓を使った旨味が凝縮された醤油です。旨味が魚に染み込み、美味しさがより増すといいます。これも藤間さんならではの製法です。藤間さんが今熱中しているのがうなぎの干物作りです。そもそもでもあれですよね、うなぎの干物なんて珍しいです。そうですね、やってるところもあるみたいなんですけど、まあこの辺ではもう僕しか作ってないですよね。塩、うなぎの干物を完成させるために製法も一工夫しています。藤間さん、これは何ですか。これあの塩麹ですね。これにうなぎを。そうです、はい、うん、麹でね、あの身が柔らかくなるのはもちろんなんですけれど、あのうなぎのね、あの独特なあのちょっと泥臭さというか臭み成分もね吸着してくれますので、とってもね、あとはもう旨味がすごい増すというか、焼いた時に。これは藤間さんのこだわりが詰まった特別な塩麹なんです。作ったのは山口県にある酒造会社の杜氏、藤岡美希さんです。麹菌とあの塩分の配合ということでサンプルを作らせてもらったんですけど、やっぱり 1% の塩分の量で全然出来上がりが変わるそうなので、もう 1% とか 0.5% っていう、藤間さんが満足いってくださるまで何回も繰り返しをしました。こだわりの塩麹に藤間仕立てですね。最後にいしり醤油を塗り、天日干しで完成です。本当育ててる感じですか。そうですね、もう本当に嫁に出す感じですかね。どっか一つでも手抜いちゃうとね、あの全部が台無しになっちゃうので。干物なので蒸さずに焼くだけ、黄金色に輝いています。すごい音が鳴ってます。干物の音ではありません。これは気になる味は、塩麹作り、うなぎの天日干しをいただきます。いただきます。これは美味しいですね。もう外がサクッとパリッとしていて、中がものすごいジューシーでふっふっくらしてて、これはお酒が飲みたくなりますね。こ
こういうでもうなぎの食べ方もあるんですね。本当なんか新感覚のうなぎを食べた感じですね。使わせていただいたあのうなぎはもちろんですけれど、もっともっと面白く楽しんでもらえるようなあの食材探しをして干物を作っていきたいと思います。6月末に販売を開始したこの干物、瞬く間に売り切れました。定番のかば焼きとは一味違ったうなぎの干物、職人技が生み出す究極の一品です。